さあお待たせいたしました、ルナティックフェスト、まだライブ前だというのに。そうなんです、来ていただきました。ご紹介いたしましょう、爆竹の皆さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。今ちょっとこう見ていただくと、なかなか見ながら喋るというのは難しいと思うんですが、こちら今88という数字が見えますでしょうか。これ今ユーザーのみんながこう拍手をしているというこのパチパチだと思っていただければ。ありがとうございます、はい、そうなんです。今まだもちろん始まってませんので、はい、こちらからので言いますと、こう不思議な話なんですけど、このような、まあ、ベテランの方に聞くのは何なんですが、意気込みみたいなものがちょっとまずお聞かせ願えればと思うんですが。はい、まあ、お祝いなんで、はい、楽しくやりたいと思います。まさにそういうことなんですね。ルナシーへのお祝いということで駆けつけてくださったと。最初にこの話をこう聞かれたときはどう思われましたか？たまたまそのツアー中でルナシーと同じ会場になった時がありまして、あ、はあ、そこで J と、はい、社長さんが直々にいらしてくださいまして、はい、もうそれに感動しまして、はい、そうですか。もうそのようなことだったらぜひと。はい、わあ、嬉しいですね。たくさんの本当に今日は、まあ、10代20代すると若いバンドたちから、まあ、こういったベテランまでということで、なかなかない形のフェスにはなってると思うんですが、どなたかのいろんな交流も今日は今までもうあったんでしょうか。すでに楽屋ですとかそういったところではどうでしょう、教えていただければ。何かありましたか？ご挨拶が、ご挨拶があったりだとかきっとあったと思うんですが、いやもうすぐメンバーとみんなでハグしました、はい、あ、ハグしましたか、はい。なんかこう例えば普通にこう会うと何気にどんな話をすることが多いんですか、ルナシーとなんていうのは。そうですね、でもジレとかがやっぱり一番よく飲み屋さんとかであったりとか。長いですか。あとも水蔵君もあったりするか、はい、音楽的な話をこうがっつりするっていうよりはなんかもう本当に普通の話の方が多いですか。そうですね、あんまりしないですね。ああ、でもいつも酔わされちゃってるんで。するんですね、はい。でも素敵な、今日はね本当にこの、まあ、関係性がなかったら実現しなかったということなんですが、ちょっと僕、皆さんはこう来ていただけるということで、メッセージもたくさんちょっとユーザーから届いてましてご紹介しますんで、福島県のボイス君だと思うんですけど、これぜひ質問したいんですがと、今回のルナシーからのオファーを受けて爆竹の参加を決められたのは何に心を動かされたからなのか、ぜひ言葉として教えていただければということなんですが、一番は何でしょうね。その先ほど言ってたお祝いという思いもあるしということが。そうですね、さっき言っちゃいましたね、はい、一番ですかね、これね。まさにそういうこうね、普通にこういったオファーで皆さんもそうなんですが、ほとんど2つ返事で大体みんな、いやいやそれは行くよっていう形で OK をしてくれたなんて話をしてましたが。そうですね、もう本当にメンバーの皆さん5人とも、はい、もう本当に腰が低いんで、あら、はい、今でもああ見えてイメージでのね、こういうものとは違ってというメンバーでは真摯なので、やっぱり、はい、その気持ちもということなんですね。こちらもご紹介します。爆竹の皆さん、今日の選曲いつどうやって決めたのか教えてほしいんです。あ、これまだね、これからなんでね、ちょっと言える範囲でというか、そのセトリを言っていただかなくて結構なので、今井さんがこう決めてくれたんで、はい、今回は僕が、はい、勝手に決めました。聴いてもらいたい曲っていう、はい、聴いてもらう、これはもうじゃあ言ってみれば、メンバーにはもうそこはもうあうんのということで、これで行くよとみたいな感じですね。あ、そうなんですね、はい、楽しみに増してるもちろんユーザーもいますんで、まあ、ちょっとね、ライブのこのセットの話はこの後しか、まあ、伝えることはできませんので、次のツアーやアルバムの予定をお話しできる範囲で聞きたいですということなんですが、そういった情報で言える情報というのは今の段階では終わりなんでしょうか。マネージャーが言うなと。そうですね、わかりました。ここはこの後を楽しみに待っていてくださいということですね。あ、ではね、あ、もうそうか、準備の方もあります。わかりました。実はですね、このマイクをできればこのペンに持ち替えていただいて、私たちマイク回収しますね。ごめんなさい、ちょっと3本しかないものですから、交代交代でお書きいただきたいんですが、こちら今実は見てくれるユーザーのみんなにサインをということで、はい、すいません、本当に皆さん同じことをねおっしゃるんですが、書くとこねえだろって話なんですけど、はい、もうぜひどちらかのスペースを見つけていただければ。入りました、爆竹の皆さんから来ましたよね、え、なんたって本番前ですからね。
ました。いや嬉しいです。なかなか爆竹の皆さんがお立ちいただいてサインを書いてると生放送ってそうそうないと思うんですけど、超レアな、ありがとうございます、映像を今日は使わせていただいております。あ、今これで全員のサイン入りましたでしょうか。 ありがとうございます、ペンをお預かりします、はい、決めていただきました、ありがとうございます。ではいよいよご準備の報道ということなので、はい、こちらの方でステージ、インタビューの方は終わらせていただきたいと思います。皆さん本当にユーザーの皆さんもね、ありがとうございました。爆竹の皆さんにそれではいってらっしゃいませ。ぜひライブの方を楽しみにしております。いってらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございました。